アンドレ・アルバニエス・リエンゾは、ブラジル・サンパウロ出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。メキシカンリーグのドスラレドス・オールズに所属。出身地である、サンパウロ州、アチバヤ市の日系野球クラブ、アチバヤクラブで野球に出会う。2006年11月17日に、アマチュア FA で、シカゴ・ホワイトソックスと契約を結んだ。2007年に、 参加のルーキー級のアリゾナリーグホワイトソックス2で開幕を迎え、キャリアをスタートさせる。この年は7試合登板し1勝1敗、防御率7.6322奪三振の成績を残した。2008年もアリゾナリーグホワイトソックス2で開幕を迎えた。ここでは5試合登板し2勝1敗、防御率1.6422奪三振の成績を残した。 その後、ルーキー級アリゾナリーグホワイトソックス1に昇格した。ここでは、3試合に先発登板し、3勝0敗、防御率0.9622奪三振の成績を残した。2009年は、アパラチアンリーグのルーキー級ブリストルホワイトソックスで開幕を迎えた。この年は、13試合登板し、2勝6敗、防御率4.1449奪三振の 成績を残した。2010年は A 久カナポリスインティミデーターズで開幕を迎えた。この年は20試合登板し8勝4敗、防御率3.65、125奪三振の成績を残した。2011年は A 久ウィンストン・セーラムダッシュで開幕を迎えた。この年は25試合登板し6勝5敗。 防御率3.24日118奪三振の成績を残した。2012年は A 級ウィンストンセーラムからスタートしたが4月26日にスタノゾロール代謝産物に陽性反応を示して50試合の出場停止処分を受けた。リエンゾはサプリメントに偶然入っていたもので、恋の摂取ではないと弁明した。復帰後は A 級バーミングハムバロンズに昇格し、終盤には トリプル A 級、シャーロットナイツまで昇格した。マイナーで103イニングを投げて、防御率2.53、脱三振率9.8と活躍。シーズン後に、ホワイトソックスの40人枠に入った。また、第3回 WBC 予選のブラジル代表に選出され、予選突破に貢献。本戦も予選に引き続いて、メンバー入りした。 2013年7月25日のダブルヘッダーでのインディアンナポリス・インディアンス戦で7イニングではあるが、球団史上3人目となるノーヒットノーランを達成した。7月30日、ブラジル出身の投手としては初めてメジャーリーグに昇格し、クリーブランド・インディアンス戦に先発、ヤング・オームズとの初のブラジル人対決も実現させた。 2014年3月1日にホワイトソックスと1年契約に合意した。2014年12月11日にダンジェニングスとのトレードでマイアミ・マーリンズへ移籍した。2016年1月12日にクリス・ジョンソンの加入に伴ってディーフとなり、19日に40人枠を外れる形で参カの AAA 級ニューオーリンズ・ゼイファーズへ配属された。 シーズンでは主に AAA 級ニューオーリンズでプレーしていたが9月3日に自由契約となった2016年12月2日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結び2017年は参加のエルパソチワワズでプレー。2018年7月3日にメキシカンリーグのモンクローバス・ティーラーズと契約2019年12月16日に交換トレードで ドスラレドスオールズに移籍した。ありがとうございます。